続いては、新コーナーですね。話したくない、ラジオネームマザーズミルク。コロッケさん、チンコにクロムハーツ入れてるって本当ですか？話したくはない。入ってんな、これ入ってんな、入ってんなってことはない、別に入ってんな。そんなアイテムないでしょ。クロスが入ってんな。ラジオネーム夜嫌いの夜行性。でもコロッケさんってクロムハーツが好きすぎてクロムハーツっぽいブランド立ち上げたけどさ、あれってどうなんだろうな。クロムハーツが好きだからもうクロムハーツでももういいってことなのかな。クロムハーツはもう自分の、いや、やっぱりこう好きすぎて、好きすぎてデザインを超えたい、モノマネの人らしい発想だよね。あ、そうだ、好きすぎて見たものを作るっていう、モノマネじゃないけど同じ発想なんだ。今度誕生日にやるわ、はい、じゃあお前らにコロッケさんのところのブランドの、あの、ですか、それつけなきゃいけない、つけないといけないんですか、僕たち、つけなきゃいけないんですかって何ですか、それ。いやそういう、あの、嬉しいでしょ。嬉しいですけど、いやー、すごいラインです。なんかクロムハーツとコロッケさんのところのブランドだったらどっちが、どっちかやるわ。うわー、でもどっちかプレゼント、はどっちだと思う。いや、でも俺そうだったらやっぱりコロッケさんのところのそう。はい。そう。こっちは？いや、もう、コロッケさんのところ。じゃあ、そうするな。はい。じゃあ、そうしよう。お願いします。うん、ラジオネーム、夜嫌いの夜行性。小坂井和樹さん、風俗でオプション決めるときに、自作のサイコロ振って決めてるって本当ですか？悲しいダークはない。盛り上がりそうですけどね。なんだろうな、カンゴフでフェラチオみたいな。2個振るんすか、それは。カンフェラーみたいな。早く始めろよ、もう。どれでしょうかね。アナルで、アナルと清水。アナセー。ラジオネーム、夜嫌いの夜行性。市川海老蔵さん、歌舞伎役者はみんな、睨み顔で写生するって本当ですか？全員じゃないだろ、あそこの一問だけだろ、うん、いや、それもどうかと思いますけど。ちょっと寄り目にして、やっぱ成田屋成田屋じゃないんだ。ラジオの夜嫌いの夜行性。リカコさん、日々のスキンケアのために肌に赤味噌塗ってるって本当ですか？正しい。目がちょっと黒いな。そうだ、日焼けかと思ったらあれ赤味噌。ちょっと好きになったな、でも。本当赤味噌ね。話したくないっつって、本当かどうかわからないけどな。そうですね。ラジオのゆりメガネ。ハンカチ王子はいつメジャーに行くの？話したくはない。なあ、わかんないよな、人生って。ラジオネームマザーズミルク。吉高由里子さん、乳首のいる、話したくはない。結構言われてるからな、すぐブラウンだねとか、はい、映画でね、ヘビとピアスで、はい、うん、続いては話したくない、っていうコーナーですよね。はい、はい、行きましょう。ラジオネーム夜嫌いの夜行性。谷原章介さん、風俗で二人指名して、君たちやっぱりプロミスだなーって言ってる、本当ですか？正しいはない。あの CM もなんかすごいね。谷原さんがすげえ興奮してるから、気恥ずかしくなるよね。コミカルな感じにしようとしてんだけど、2枚目すぎてちょっとまだなんか、まだちょっとね、こっちが準備できてないっていうか、君たちやっぱりプロミスだなー。ちょっと強い時あるんですよ。なあ、強いね。こっちの準備できてないから、ちょっと。ラジオネーム、夜嫌いの夜行性。モデルの皆さん、タッチバックのことを、おしゃれにスタバっていうの本当ですか？正しいダークはない。スタバがなかったのは鳥取だったかな。そうですね。鳥取ではそう思ってたの。スタバって言ったの？タッチバック？いや、そんな。スタンディングバック？そんなおしゃれな。スタンディングバック、スタバ、タッチバック。タッチバック？
ラジオネーム長寿ギガジャクソン。大島優子ちゃん、なんでサバサバしてるのに女性から支持されてないの？知らねえよ。そうなの？いや、そんなこともなさそうですけど、イメージは。あんじゃないの？支持。知らねえどうなんでしょうね。サバサバしてるのに女性から支持されないって結構やばいよね。そうですね。誰かいるっけ？サバサバしてるのに。こんな、まあでも、サバサバ系結構女に支持されがちだもんな。うん、もうそうですね。そうですね。まあいいか。ラジオネーム長寿ギガジャクソン。スザンヌさんってなんか好きなスポーツあります？正しいダークはない。今はちょっと、ね、ちょっと言いたくないんだろ。はい。本当は野球好きなのかな。どうなんでしょうね。プロ野球選手の奥さんだからって別に野球が好きだってわけじゃないもんな、ね、別にな、うん。まあそうですね。うん。そんな野球大好きって女いねえもんな。野球選手の金が好きなだけだからな。違う。はっきり言っちゃうな。好きな人が野球選手だったっていうことじゃないですか。そんなわけねえだろ、バカ。お前だって田中将大がお前だ、その辺でお前草野球やってるおじさんだったら結婚しねえだろ、お前。そうか。その通りだ。野球好きだから。もうでも草野球でブンブンあんな150キロ超える球投げてる近所で有名な野球おじさんだったらお前結婚しねえだろ、お前。怖いっすね。あの子。はい、そうっすね。うん、メジャーリーガーで金があるから結婚するんだから。そうか。そっか。ね、うん。ラジオネーム、日村さんだってあれ、あんなんで、お笑い芸人さんでそこそこやっぱお金稼いでるから、やっぱり。日村さんが近所の面白い気持ち悪いおじさんだったら、やっぱり結婚。気持ち悪いじゃん言ってるからな。超常ギガジャクソン。高橋ジョージさん、テレビで酔った時関西弁喋ってましたけど、宮城出身でしたよね。まあまあまあ。ありますね。まあ面白くないよね、なかなか。それ地元の人にしてみたらね。あ、そうですね、うん。まあ結構あるよね。まあ有名なところでは渡辺徹さん。うん、あ、はいはいはい。なんでやねん、なんでやねんがありますけど。はい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 。あれもだから大阪の番組いっぱいやってるうちに移っちゃったんだとおっしゃってましたけどね。うん、あとは、まあ高橋、あとまあ優さんね。ユウさんもね、ユウさんも女性の支持を結構得てたりとか、はいはいはい、お笑いには結構一カゴもあるみたいな、結構リスペクトされてますけど、はい、たまに、うん、あの変な関西弁出して弾くときありますけどね。出ちゃうときあるんですね。それちゃうやんジュニアーみたいな。え？みたいな。え？何何これ。え、その辺分かるのがユウさんじゃないの。その辺そういうやつ嫌だよねっていうのがユウさんなのに、はい、もうめっちゃおもろいやん。え、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 その顔やめてくださいよ。収録中はその顔はちょっと時ありますけどね。ついつい出ちゃうんでしょうね。注意せなあかんだよお前らも。あれあれ注意せなあかんで、お前らも。そういうの言わない人だったよ。あれ言ったか。出たよね、今ね。つい出ちゃった。おぉ。タジオネーム、タクヨシロ。デンデンさん、服が血まみれですけど、何をしていたんですか？正しいダークはない。冷たい熱帯魚、うん。死体の処理をしてたんだよ。冷たい熱帯魚の話ばっかりだな、デンデンさんといえば、このラジオは。恐ろしすぎるんだよ。ラストぐらいかな。ラジオの夜嫌いの夜行性。ヨネスケさん、実は、有吉さんと肉体関係があるって本当ですか？正しいダークはない。ヨネスケさんが一方的に俺のこと褒めてくれるっていうだけ。なるほど。有吉はいいなっつって。ヨネスケさんとデンデンさんと俺が 3P をしたことはない。モンスターみたいな顔のおじさんたちに俺はなんかいたずらされてねえわ。続いて話したくない、うん、はい、はーい、ラジオネーム希望の船。女子校の風下でとんでもない深呼吸をしているあなた、三木亮介さんですよね。ロングブレスの上手な使い方だね。そうですね。あれでも吐く方だよね、基本的には。
吸い込むよりも吐く方に意味があるんで。あそこ女子校か。でも吐いちゃうかな。吐いちゃダメだっつって。死んじゃう。ちょっとしか吐かない。ダメ。いやいやこの空気だけパキャン折れちゃう死んじゃうよラジオネーム不要義務浜崎あゆみさん憧れの海外セレブにはなれましたか悲しい僕はない海外の人じゃないから海外セレブにはなれない何言ってる日本のセレブですラジオネーム満腹亭なり世界の終わりのピエロさんあなたの正体って梅宮達夫なんでしょ？そうなんだ。知らなかった。秋山のお弁のやつとかいろんなことが重なって梅宮さんだと思っちゃってるのかな？どっか思ってる人は。じゃあ。ラジオネームカジキマグロ。落ち目の女性タレントさんたち。なんでテレビで見なくなると手料理を頻繁にブログに上げるようになるんですか？悲しいなくはない。パターンですね、これね。パターン。そうなんだよ。やっぱあるんだよ。そう、生きる道があるんだよ、そこには。絶対。他のことできますよってアピールですね。そうそう。ラジオネーム、花と筋肉。ノーネンさん、悲しいなくはない。そうなんですね。聞かないであげましょう当番組は本当にアマちゃんのノーネンさんを応援してますから、うん、俺も好きちょっと最近ちょっとアマちゃんメールが少ないですけど、うん、またちょっと盛り上げていきましょう、はい、絶対ノーネンレイナさん応援してますからねこの番組は、うんね、かわいいなアマちゃんを見たことないんだけど嘘でしょえ、ないんすかいやないねないから俺なんで応援してんすかえ怖っ実話で応援してる流行ってっから。いや、流行ってねえわ、もう。全然違う。いや、違うんだ。いや、合ってるよ。使いこなしてる。でっけ、金玉してんなぁ、てめぇ。そんなセリフねえわ。こっちまで合っちゃったよ、今。ユニゾンしちゃったよ。おめえ、でっけ、金玉してんなぁ。いや、アマちゃんのコーナーもう一回やってもいいぐらい、独立して、アマちゃんやってもいいぐらい応援してるから。はぁ。って見たことはない。ない。今からでも見てくださいよ。え、面白いんだろ面白い。じゃあいいよ、応援しよう。わかりました。ラジオネーム、三平。原田大二郎さん、ここに置いてあった賞味期限切れのかまぼこ知りません？悲しいなくはない。原田大二郎さんが選挙で落ちたからって今情けない生活してんじゃねえかっていう想像だけど、原田大二郎さんもともと大スターだから。大スターです。賞味期限切れのかまぼこをどうこうするような人じゃねえわかまぼこぐらいだったら食えろみたいなすげえなラジオネーム明日の帰り地恵比寿吉和さんその手に持ったドローン今からどこに飛ばすんですか悲しいなくはないドローンね飛ばさねえだらの人ドローンも大変だなそうですねラジオネームラッパーザキバチョ、うん、田崎真也さんあなたがその絶賛している白ワイン俺の母ちゃんのしょんべんですよひどすぎるわ話したくはねどういうことなんだけど分かって飲んでんのそれごきゅうごきゅう飲んでんの飲まないコロコロ転がしてるんじゃないですか泡で分かるでしょ泡で泡でって泡でってだからすぐおしっこの泡のこと言うけど、うん、それはもう勢いによるからな泡が出るかどうかはお前はジョボジョボやるタイプだろ俺は座ってソワンってやるタイプだからそんな泡立たねえそれにしても泡は立つでしょ泡立たねえよショーってやったらえぇ、まあ、上路でやる上後で取るんだぞ、うん、ゆっくりあ、下物をペットボトルの側面に当てるん、当てながら、にょろ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 ってやるんだから。いや、それにしたって。ごま油のように取るんだよ。最後、香ばしさ出すみたいになってますよ。続いては、話したくない。声入ってるよ。水野くん。本当なんだよ。全然票が入らないんですよね。入らないね、確かにね。しょうがないよ、それは。いやそう、みんなが思ってんのもう、ブスだな、つって。いや、ブスではないんだよな。入らないんですよね、票ね。知らないよ、票のことは。
なんだかな。なんかもう、ね、うん、どっかの変なクソみたいなグループみたいに、会場に友達いっぱい呼べばいいじゃないか。友達100人呼べば100票入るだろう。1位だろう。いや、そうなんです。100人止まってればうち1位。そうなんですけど、クソみたいなライブやってろ。しょうがない、毎月来るんだもん、しょうがないよな。そうですよ。ラジオネーム騙しやすけし。クソ、話したくないね、コーナー。はい、はい、中島智子さん、能年レラちゃんに何か一言。正しいなくはない。芸人さんと女優さんですからね。まあ、やっぱりそんな言うことはないと、うん。ラジオについてますね。バファを、うん。猪瀬さん、あのカバンってどこで売ってたんですか。正しい。いや、もういいんだよ。古いんだって。古いわ。でも思い出すな。思い出します。さんのあの、いろんなところからね、探してきて。入らないんだよ、ね。名シーンだ。名シーンですね。政治史に残る名シーンだ。いいシーンだった。いいんだよ。ラジオの夜嫌いの夜行性。香川照之さん。車線の時、電車の通過音ぐらい大声上げるって本当ですか？正しいなくはない。これ上げるってことじゃないだろ、別に。バカるバカしくて付き合ってらんねえだな。本当なの？いやいや、逆なんじゃないですか？歌舞伎ね。そんな、それは注射、注射の時だけね。注射の時に、うん、そういう声を出す。一回。スパッと終わったね。ラジオに。超重ギガジャクソン。なぜ犬は噛むのか。動物行動学に詳しい反町隆先生にお越しいただきました。正しいなくはない。まだ言うかね、しかし、うん、ラジオネームルノワール野口。錦織圭さん、エアー K の K って金玉の K だよね。正しいなくはない。まあ、答えてくれるわけないだろ、そんなもん。答えないです。ラジオネーム超獣ギガジャクソン、うん、究極の二択です。泥酔をしてパンツ見せながら運ばれる人と、うん、泥酔してパンツ見せてる人を運ぶ人、どちらがいいですか、前田敦子さん。正しいなくはない。いくらいくら。どっちもやっちゃってんの。ラジオネーム超獣ギガジャクソン。デヴィ夫人さん、もしかして殺し屋やってます？正しいなくはない。出川さんを何回も殺そうとして失敗してる殺し屋だったら微笑ましくていいな。出川さんをあげとくよ。狙ってんだけど。ラストにしとこうかね、うん。ラジオ夜嫌いの夜行性、はい。玉木博さん、ガムじゃないガムじゃないって言って、チンコ出すのブームって本当ですか？正しいなくはない。ガムじゃないガムじゃない、ガムじゃないガムじゃないって。それチンコじゃない。うん、うん、そうよ、ガムじゃない。ガムじゃないでしょ。うん、うん、チンコね、うん、ガムじゃないからね。それはガムじゃないから。なんだあげとくやんじゃん。はい、パン。続いては話したくない。気づってます。はずがばん。ラジオネーム梵天、はいはい、寺島しのぶさん、とにかく明るい安村にネタをパクられたって本当ですか？正しいなくはない。安心してください、入ってます、ね。あそっからパクったんですか？寺島さん。寺島さんもすぐな。寺島さんは逆だろ。うん。安心しなさい、入ってないわよ。一気にいいですね。いいですね。寺島さんどうせ履いてるんでしょ？安心しなさい。ほら、履いてないでしょ？お、面白くないけどいい。そんな言い方なんですね。セクシー。ラジオネーム、日本語ラップ。小坂井さん、朝ごはんはサイコロを食べてるらしいですね。正しいなくはない。どういうことだよ。むちゃくちゃすぎるな。サイコロ食べてんの、小坂井さん。サイコロの形。サイコロステーキとかならわかるけど、サイコロ食べてんの。あんまサイコロ食べてるんですね。そう、はげるぞ。もう遅い、まあ。ラジオネーム、不要義務。熊切あさみさん、電話が鳴ってますよ。正しい
すごいな、熊尻あさみも。いや、すごいよ。どうなってるんですかね、あれ、本当のとこね、わかんないですね。いや、別れてるだろう。完全に。どう考え、なんであんなこと言うんですかね。やっぱ、ミヤネ屋もすごいよな。下品だな。すごいですね。あんな泣きながらね、会見。宮根さんもでもすぐあれだよな。電話で聞いたんやけど、ってすぐ言うよね。電話で聞いたことすぐテレビで言うよね。怖いですね。昨日は愛之助さんにちょっと電話で聞いたんですけどね。すごいよね。すごいですね。人脈があるっていうのもね。ね。こう。アッコさんと一緒だね。アッコさんもそうだね。あれ結婚の報告昨日電話来たけどな、って。アッコさんの方はほら、ハッピーな方の結構多い。カラッとね。宮根さんの方はちょっとああいうゴシップする。すごいわ。ラジオネーム三平。武田真治さん、あんたはサックス吹きながらセックスするの？それともセックスしながらサックス吹くの？何の質問だよ。ことだよ。ラジオネーム満腹亭稲荷。梅宮達夫さん、体の 80% が泥でできてるって本当ですか？悲しいダークはない。あの色、ツヤ、照り、泥団子だな。20% 気になりますけど、人気が入ってるもんな。でもラジオの夜嫌いの夜行性。エグザイルの皆さん、一つのトイレを10人ぐらいで一斉に使うって本当ですか？悲しいダーク。ありそう、コンサートの途中とかさ。おい、あ、俺もやるよ、俺もやるやる。ドロ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 。溢れる溢れる溢れる思いを。そんな歌ある？ないないない。ちょっと聞いてみたけど。なかったですね。そんな山賊みたいな俺じゃないでしょ。山賊だな、あんな体鍛えた短髪の人間たちは。わーっとパフォーマンスのためにね。ラジオネーム梵天。松本幸四郎さん、風俗のオプションバンテリンって本当ですか？悲しいダークはない。これぐらいヒリヒリしないともう行かないです。塗ってもらうんすね。ラジオネーム三平。佐野史郎、お前の部屋から80代女性のパンティーと赤いランドセルが発見されたぞ。一体どういうことだ？悲しいダークはない。大丈夫？こんな趣味。まあそんなもんですか。はい。